こんにちは。今回は九州百名山の和板山に登りたいと思います。一目山という山から、味噌こぶし山を経て和板山に行く予定なんですけど、一目山っていうのは前行ったことあるんで、そこはスキップして、和板山を目指したいと思います。まあ、1時間ぐらい前に由布岳下山したばかりなんですけど、ちょっと物足りないですね。あれぐらいだと。12時ぐらいから雨予報なんで、もしかしたら途中で天気が悪くなって引き返すかもしれません。まあ、天気、今のところ快晴ですけどね。でも、ツツジと絶景が広がってる。天気がもっと心配です。とても走りやすい。
が何かいますね。最後の登りですね。間に合ってよかったです。
で、無事に小枝さんの登山口まで戻ってくることができました。今日ちょっと天気が心配だったんですけど、最後まで最高の天気で、登ることができました。小枝さんは、比較的傾斜が緩やかで、トレイルランニングにもおすすめなコースですね。今日は、豊後富士の湯布岳と、小国富士の小枝さん2つ登ることができました。トータル17か18キロぐらいなんですけど、いいトレーニングになりました。